じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず簡単に自己紹介から。はい、はい、今ここのアトリエの家主の、まあ、アーティストのゆうた奥田と申します。で普段はお花の、まあ、こういう作品なんですけど、はい、うん、ビズグラチュード感謝をテーマにお花の作品を描いています。今回、はい、まあ、ここに展示してあるのは、まあ、これは僕の自己紹介作品なんですけど、はい、それ以外は僕のアシスタントの作品になっていて、はい、まあ、普段僕がお世話になっていた、まあ、美の起源さんで、まあ、自分がこういうふうにキャリアを、まあ、ステップアップしてきたその過程を、まあ、今アシスタントの子たちにまたご紹介をして、はい、またそこで連鎖をつないできたらなっていうので、はい、まあ、今回こういう企画がまとまっております。そのアシスタントは何人いらっしゃるんですか。今全部で25名いて。そんなにいらっしゃるんですね。そうですね。その25人の中の今回じゃもう選抜のメンバーが。そうです、そうです、選抜です。いっぱい作って展示をして制作をしてっていう、はい、まあ、今もうガシガシ動いてる子たちの展示になります。なんか急に秋元康さんに見えてきました。どうですか今回 その展覧会これから行われますけど、うん、期待というかその。いや、それもありますよ。はい、僕のアシスタント、僕はもともと細密画でスタートしているので、うん、やっぱ細かい描写が多いんですよ。うん、はいはいはい、アシスタントの子たちも、うん、まあ、僕のアシスタントに来ているので、うん、どうしてもこう作品的に細かい描写が多くなりがちっていうのは、うん、あるので割と細密画展みたいなノリにはなってくるのかもってちょっと思ったりはしてます。そのイズムが、そうイズムが入ってるのでそういうとこをこう楽しみに来るのもいいかもしれないですね。どこにこう奥田イズムが入ってるのかなみたいな、うん、面白いですねそれ、うんうんうん、じゃあちょっとぜひ最後にこうこれから見に来られる方もいらっしゃると思いますので、はい、じゃあちょっと師匠から一言皆さんに。才能っていう言葉僕あまり好きじゃないんですけど、うん、でもその才能があるないかかわらずその自分たちがやりたいことを全力でやってる子たちなので、まあ、今回の展示だけじゃなくてこれからを見てもらうために一番最初の展示をまず見ていただいてそこからウォッチし続けてもらえるような、まあ、展示になったら僕も嬉しいと思っているのでぜひその最初のきっかけとして見に来ていただけたら嬉しいと思います。はい、